はい、それでは屋敷山公園に行ってみましょう。今日気温が7度8度あるんだけど、ものすごく冷たいんだけど、風はそんなもんじゃないような感じしたんだけどね、3度か4度ぐらいの感じんだけど、どうなんだろう。冷たい冷たい。あ、見えてきました、前方後円墳。ああ、ちょっと改変されてるか、わかりませんね。この前この石が古墳のね、石図の底を横石っていうね、思い込んでね、探したずーっと探したんだけど、これなかったんですよ。はい、ここは新城城跡、城があったんですからね。戦国時代は屋敷山古墳、ここ書いてありますが、135メーター、あのさみんな統一してくれんかね。140メーターって書いてあるのもあるし、しまいに150メーター書いてあるのも書いてあるのもあるし、もうええかにしてな。135メーター、しかし140メーターって聞いたぞ、博物館で140メーターって聞いたけど、135メーターやで。高さが15メーター。そんなあるかね。ちょっともっと低く感じるけどね。こんな上だけでも上がってみましょうか。はい。わからんからね。あら、こんな綺麗やった。なんかいつもね、ここ、上がるときに、横からこう、ね、木が出てるから、こんな広がったんかね。夏とは雰囲気がね。これが公園部やね、橋が前方部で公園部。桜が咲いた頃やから4月やったんかね、前回来たの。こっちは公園部。わからん。いや、ちょっと全然形わからんね。それでは、まあ前方こう円墳やろうな。まあまあその感じは高いね。はい、それ一緒にしましょう。ちょうど桜満開の時やったから、4月の初めやったかね。なんかそんな記憶やったな。わかんねえか。はい、こっちが豊富の方ですね。1、2、3段になってんの？ 3 段ぐらいになってんね。悩んどんね、俺ね。これどうなんだろう。これさ、これ、こっちが高峰風や高峰の可能性もない、なきにしもあらずか。そんなことないか。まあ、ダメだな、これは。やっぱりこっちが高峰の方やろうな。うん。それは、まあ、だいぶね、削られてるから、形が変わってますか。何十年か前に通った時は、ここはもう山やったからね。木がいっぱい生えたんだろうね。これどうだ。ああ、さっぱりわからんな。こう見たら向こうが円墳みたいに見えるやろ。どうなんだろうね。あの地図でちょっと見てみるか。いや、これで見たらやっぱそうやわ。後ろがこう円墳になってんねやわ。あ、そういうことか。これが見えたんやな。これがここが、だからこうええふうに見えるんやな。なるほど、前方部が90メーター。はい、わかりました。ちょっとね、見た感じ全然もうガタガタになってるからさ、ちょっとわかりませんわ。はい、そしたらね、あれ田中さんやったかね、ここの後ろ言われたけど、この後ろを一生懸命見とったんや俺。この後ろをな、あの向こう側を。
足跡があるんですよね、こんな。はい、なら石碑の後ろに見ましょう。さっきの博物館の続きでございます。ほんで見て回ってもね、当時ちょうどね、あれ見当たらなかったな、まだ草がぼうぼうやったからな、綺麗になってるけど、あれみんなあのこれずっと回ったんやけど分からなかったな、最初な。この志津の立山式石室、天井石、あ、天井石かね、これちょっと待ってや、天井石、あ、石室のね、はい、分かりました、石棺じゃないんだ、石室と天井石なんか、そうか、分かりました。大きさが長さ 3.4 メーター、幅 1.2 メーター、厚さ30センチ。長く系突起があります。1個だけ。1個だけかいね。立山石と呼ばれる凝灰山で製作されています。わかりました。天井石でございました。俺も横の側石を埋め込んでたからな。あ、こっちは残ってるな。あっちはちょっと欠けとるんか。そういうことでございますか。はいはい、わかりました。はい、納得しました。納得してなかったよね、今までね、ぼーっとしとるから。この大きさでございます。この大きさでございます、これね。いや、行きましょう。あら、すごいのが取り上がったぞ。なんだ今の。何やったんやろうな。今頃鯉が飛び上がるわけないやろし、何だろう、すごかったけど、ドッポーンと、あの付近。鳥おらんしな。なんでございましたか。あの付近ですごいのが飛び上がったんだけど。今全体見渡してるけど何も見当たらへんけどね。あの人がね。